大変お待たせいたしました。本日は皆様、お忙しい中お運びくださいましてありがとうございます。ただいまより、第30回鮎川哲也賞、並びに第17回ミステリーグ新人賞の贈呈式を開催いたします。私、司会を務めさせていただきます、東京統計者編集部の成木でございます。最後までよろしくお願いいたします。なお、今回は新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑みて、ご招待者を招いての開催とせず、受賞者及び選考委員のみ出席での開催とさせていただきます。また、遠方にお住まいでいらっしゃいます選考委員の先生方には、ご欠席いただいておりますが、受賞者へのメッセージを頂戴しておりますので、後ほど代読させていただきます。また、贈呈式の模様は収録の上、YouTube にて公開させていただきます。はじめに、今年もお世話になりました選考委員の先生方をご紹介させていただきます。まずは、鮎川哲也賞の選考委員の先生方です。作家、加納智子先生。作家、辻正樹先生。作家、東川徳也先生です。そして、ミステリーズ新人賞の選考委員の先生方です。作家、大倉隆弘先生。作家、大崎梢先生。作家、米沢好信先生です。先生方、大変お世話になりました。それでは、第30回鮎川哲也賞の贈呈式に移らせていただきます。第30回鮎川哲也賞は、千田理央さんがお書きになった五色の殺人者と決定しております。なお、受賞作は刊行に際して、応募時の五人五色から解題しております。また、優秀賞に弥生小夜子さんの風を僕らの前髪をが決定しております。今回の受賞にあたりまして、選考委員の先生方を代表して、東川徳也先生より選考経過、並びに受賞作についてお言葉をいただきたいと存じます。東川先生、お願いいたします。東川徳也と申します。鮎川賞受賞の千田理央さん、優秀賞受賞の弥生小夜子さん、それからミステリーズ新人賞受賞の大島清明さん、大和弘盛さん、この度は受賞おめでとうございます。私、今年から選考委員を仰せつかりました。今年はこういう状況ですので、無観客という中での選挙ですので、しょうもない冗談をやめて、淡々と選考過程を語っていこうと思うんですけど、まず今年で大作じゃないな予選を通過した作品が6作送られてきました。私初めて鮎川賞最初の1、2作読んだ段階で、もうさすがこれは鮎川賞だなと、大変レベルが高いなと、そういう印象を持ちました。でまあ、そのまま2作目、3作目読んで、ああ、どれも面白いと。ところが、まあ、5作も読んだあたりで、ちょっと首をかしげるような
感覚がいたしまして、6作目を読んだところで、腕組みをするような状態になりました。と同時に、一つの謎が解けた感じがしました。例年ですと、鮎川師匠の候補作というのは5作が大体標準だと思うんですけど、今年は6作あったんですね。なぜ6作あったんだろうという疑問だったんですけど、6作全部読んだ感覚で言いますと、どれも面白いけど飛び抜けた作品がないなっていう、そういう感覚を抱きました。全体のレベルは確かに高かったと思いますけれど、新人らしい何か突き抜けた、これは新しい、これで決定だという一番の作品を選ぶというのは非常に難しい感じがしました。なぜそういうふうになったのか、なぜそこまで難しかったのかというと、私の個人的な感覚で言うと、弥生小夜子さんが投じられました風よ僕らの前髪をという作品、この作品が、大変素晴らしくて、文章も達者で、もうこの人はプロレベルだなという感覚が一読して思ったんですけども、残念ながらこの作品がどう読んでもちょっと本格という感じには映らない、大変面白いミステリーではあるけれども、そして難しいテーマに取り組んでいる作品で、もうそのまま本にしていいなというぐらいのレベルにあると思いつつも、しかし本格ミステリーとして評価することがしづらいという、そういう作品でありました。で、まあ鮎川哲也賞というのはとにかく本格にこだわった賞でありますから、本格じゃない賞、本格じゃない作品、本格味の薄い作品に小説として優れてるから賞をあげるって、鮎川賞、選賞をあげるっていうわけにはいかないなという、じゃあどうしようかということで、まあ優秀賞止まりという形になった。まあ私自身もその選考会の中で押しましたし、今はその選考員の賛同を得られたということで優秀賞ということになったわけですけど、それに対しまして、浮上してきたのは、千田理央さんの五人五色という作品でありました。今回五色の殺人者と解体されてますけど、この作品も大変素晴らしい、何よりも、本格ミステリーとしての冒頭に示される魅力的な謎があって、それがまた大変に、私自身はあまり読んだことがない、正直言ってこんな謎思いつかないし、果たしてこれが合理的に解き明かされるんだろうかという、そういうちょっと半信半疑で読み進めるようなところもあったんですけども、これが最後まで読んでみると見事に解き明かされて、なおかつ、今日の質問謎ですとか、それ以外にもさまざまな本格ミステリー的な企みをこう縮まりまして、まさにこれは本格ミステリー以外は何もでもない、そういう作品になっていたと思います。では、私以外の2人の選考員の方、辻先生、加納先生も非常に高く評価されてまして、結果的に非常に難しい選考ではあったんですけれども、最終的には落ち着くべきところに落ち着いたんじゃないかなという感じがいたします。そういうことで今回2作受賞、鮎川賞と優秀賞という形になったわけですけれども、受賞された2人にはもちろんこれがスタートラインですので、長く今後も書き続ける作家になっていただきたいと思います。そのためにはまず一番大事なのは、一刻も早く2作目を書くことだと思っておりますので、どうか間を置かずに2作目を、
そういえば私の友人には二作目を書くのに15年ぐらいかかった仲間がおりますので、そんなことにはならないようにぜひ近いうちに二作目を出して読ませていただきたいなと思っております。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。どうぞ次にお戻りください。また今回は他の選考委員の先生方からも受賞者に宛ててメッセージをいただいております。代読させていただきます。まずは玉本智子先生からです。千田理央さん、鮎川哲也賞ご受賞おめでとうございます。同じ賞の先輩として心よりお祝い申し上げます。優秀賞の弥生紗友子さん、おめでとうございます。ミステリーズ新人賞の大島清明さん、大和弘典さん、ご受賞おめでとうございます。受賞式で皆様に直接お目にかかれないのは残念ですが、お互い書き続けてさえいればまたお会いする機会もありましょう。今後のご活躍を心よりお祈りしております。以上です。続きまして辻正樹先生からもいただいております。千田様、受賞のお祝いを申し上げますと祝いながら冷たいことを言いますが、あなたこれからが大変ですよという脅しの言葉を頭に残しておいた上で、とても面白かったです。鮎川賞おめでとうございます。千田理央さん、弥生さん、おめでとうございます。長年の慣れで書いている僕の文章よりはるかに細やかな描写の力に感じ入りました。あなた独特の癖のある作品がさらに磨かれ、ユニークな個性となって光る日をお待ちしております。大島さん、大和さん、おめでとうございます。レースに加わったお二人は今号砲一発走り出したばかりです。その号砲の残響を反芻しながらいつまでも走り続けてくださるよう祈っております。加納先生、辻先生、ありがとうございました。これより症状及び清少の授与に移らせていただきます。第30回鮎川哲也賞を受賞なさいました千田理央さんに、東京創業者代表取締役渋谷健太郎より賞状が授与されます。千田さん、どうぞご登壇ください。千田さんは1986年埼玉県にお生まれになり、大阪訓練女学院高等学校を卒業後、現在は大阪府にお住まいです。賞状第30回鮎川哲也賞、五色の殺人者千田理央殿。貴殿の作品は勝者主催第30回鮎川哲也賞に寄せられた全応募作の中から加納智子、辻正樹、東川徳也参選考委員による審査の結果、最優秀受賞作と認定されましたので、ここにその栄誉を称し、清少並びに賞状を授与いたします。令和2年10月23日、株式会社東京創原社代表取締役社長渋谷健太郎、おめでとうございます。また、清少としてコナン・ドイル像が贈られます。東京創原社取締役小林寛也に清少が授与されます。
花束の贈呈です。本来であれば第29回鮎川哲也賞受賞者である北条紀恵さんに贈呈いただきますが、今回は代理いたしまして東京陶芸社社員より贈呈いたします。では、今回の受賞者であります千田理央さんにご挨拶をいただきたく存じます。千田さん、お願いいたします。ただいまご紹介いただきました千田理央と申します。この度は鮎川哲也賞という大変名誉ある賞をいただきまして、非常に光栄に思っております。選考委員の先生方、東京創建者の皆様に厚く御礼申し上げます。私の財務の命は、やらないで後悔するよりやって後悔しようというものです。子供の頃、将来の命は童話作家になることでした。幼い頃は絵本や児童書を読むのが大好きで、それを自分でも作り出してみたいと思ったからです。ですが大人になるにつれて読書量は減り、童話作家になりたいという気持ちもいつしか薄れていました。そんな中、五色の殺人者は小説を書いて新人賞へ応募してみようと急に思い立って書いたものです。しかし書き上がったものを読み返すと、面白いのかどうか自分では分からず、不格好な部分ばかりが目についてしまい、当初はお蔵入りさせるつもりでいました。しかししばらく経ってから、書くだけ書いて置いておくのは意味がないのではないか、少なくともあの小説を応募していればよかったと後悔するよりは、小説を応募したけれど全然ダメだったという方の後悔をしよう、そう考えてやはり応募することにいたしました。結果、大変光栄なことに鮎川哲也賞を受賞することができましたので、やはりやらないよりやってよかったと大いに実感しております。そして私にはもう一つ心がけていることがあります。それは期待しないことです。元来楽観的な私にこれは非常に難しく、あまり実践はできておりません。五色の殺人者の主人公であるメイが働いているのは小規模多機能型居宅介護施設という名称の介護施設です。私も以前同じ携帯の施設で働いていたことがあります。介護の世界で期待しないことは非常に重要なことだと私は思っています。利用者に感謝されることを期待して介護を行っていても、理解してもらえなかったり、すぐに忘れられてしまったり、時には罵倒されることすらあります。また利用者の病状改善や機能回復を願っていても、残念なことにその期待が裏切られることも多いです。期待しないことでどのような結果でも前向きに受け止められるようになると私は思っています。この2つ、やらないで後悔するよりやって後悔しようと期待しないことを念頭に置いて、これからも人間として物書きとして精進していければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後になりましたが、五色の殺人者の刊行にあたって大変お世話になりました担当編集者の泉本様、構成者様、大変きれいな装丁を作ってくださった大岡様、有村様、そしてその他五色の殺人者に関わってくださった全ての方々に深く感謝を申し上げます。本日はどうもありがとうございました。千田さん、ありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。続きまして、風を僕らの前髪をで第30回鮎川哲也賞優秀賞を受賞なさいました弥生小夜子さんにも花束の贈呈がございます。同じく今回は代理いたしまして、東京陶芸社社員より贈呈いたします。弥生さん、どうぞご登壇ください。
弥生さんは1972年神奈川県にお生まれになり、白百合女子大学をご卒業後、現在は東京都にお住まいです。では、今回の優秀賞受賞者であります弥生さやかさんにもご挨拶をいただきたいと存じます。弥生さん、お願いいたします。ただいまご紹介いただきました弥生さやかでございます。はじめに、昨今の難しい状況にもかかわらずこのような場を設けてくださった東京創原社の皆様に心よりお礼を申し上げます。そして未熟な作品を読んでくださり、特別な光を与えてくださいました加納智子先生、辻正樹先生、東川徳也先生に深く感謝を申し上げます。鮎川哲也賞という素晴らしい賞の第30回という節目に優秀賞という形で連ねらせていただけましたことを本当に嬉しく存じます。人の心に珍しきと知るところ、すなわち面白き心なり、あなと珍しきと面白きと、これ三つは同じ心なり。これは風刺家伝の中の世阿弥の言葉です。珍しいと感じることが面白いと思う心である。花と珍しさと面白さと、この3つは同じ心であるというです。世阿弥はここで変化し続けることこそが花であると説いています。世阿弥の言う花は、私の解釈で他の言葉に置き換えるよりそのまま花と申し上げておきます。もちろん世阿弥の説くのは能のことですが、ミステリーにおいても常に新しい驚きを作り出し、新しい趣向を示すことで作品ごとに異なる珍しさを生み出していければ、それが花になるのではないかと思います。ミステリーという森に踏み入ったばかりの私でございますが、私なりの珍しさを手探りだとしても精一杯追求してまいります。花のある作品を描き続けていけるよう精進を重ねてまいりますので、どうぞご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。最後に、開講にあたり何もわからない私に親身にアドバイスをくださった古市玲子さんに心よりこの場を借りてお礼を申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。弥生さん、ありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。先ほどご案内いたしました千田理央さんの五色の殺人者は現在発売中でございます。弥生さやかさんの風よ僕らの前髪をは2021年刊行を予定しております。ぜひお読みいただきますようお願い申し上げます。続きまして、第17回ミステリーズ新人賞の贈呈式に移らせていただきます。第17回ミステリーズ新人賞は、大島清明さんがお書きになった影踏み亭の怪談と、大和博之さんがお書きになった神室老人に決定しております。なお、大和さんは受賞に際して筆名を応募者の大島和弘から大和博之に変更しました。今回の受賞にあたりまして、選考委員の先生方を代表して米沢穂信先生より選考経過並びに受賞作についてお言葉をいただきたいと存じます。米沢先生、お願いいたします。
大島さん、大和さん、受賞おめでとうございます。そして素晴らしい作品を読ませていただきまして誠にありがとうございました。今年は特殊な状況ということもありまして、オンラインでの選考になりました。最初に7編の応募作のうち、どれが良いか5段階評価で3人の選考委員がそれぞれ票を投じました。その中で受賞作の2編と相村咲さんの鼓動のヴィーナスが抜け出る結果となりました。検討を進める中で、鼓動のヴィーナスは素晴らしく魅力のある広告にしていながら、いささか物理的に無理があるのではないか、こういうことは起きないのではないかという指摘が寄せられ、一歩、今回は受賞を見送ることとなりました。大和広之さんの、カム老人は人の心を扱うミステリーということで、これは大変難しいものです。というのは、昨日はやったことは今日はやらない、今日どうしたのかわからないけどこういうことをする、そういうことがあり得るのが人の心でして、こういうことがあったからこういう結果になったのだという因果関係が、はっきりしないところがあるんです。ですので、なぜアルツハイマーの老人がヘルパーの腕を噛んだのかという問題が提示された時に、私はこれは解決可能なのだろうかというふうに疑問を持ちました。しかしこの解決可能性ということに注目して読んでまいりますと、その問題が、中盤で見事に解決可能なものへとスライドしていく、この手つきは非常に鮮やかで、テストの魅力を思い出しました。そして解決可能な謎として再解釈されたミステリーが、終盤、あ、こういうことは今日も日本のどこかで起きている、そしておそらくはこのミステリーのようには解かれずにそのまま、時が流れていくのだろう、そういう暗淡たると申しましょうか、やるせないような余裕のこそ素晴らしい小説だったと思います。もう一点、大島さんの影踏み系の階段は、鶴瓶打ちにされる階段の中で、おや、これはもしかしたら何かこう解決可能な点があるのではないかというふうなことを思わせる、そしてこの階段であるのにもかかわらず霊ではなく、もしかしたら人の悪意が関わったのではないか、そういうふうに思わせる何者かが匂ってくる、そこに大変な不穏さはある。普通はこれ逆なんですよね。犯罪なんだけれども何かこう非合理的なものが関わっているのではないかというふうに疑わせるっていうのはよく読むんですけれども、その逆、純粋な階段にもかかわらず、もしかしたら誰かが何か仕組んでいるのではないか、そういうふうに思わせる余地があるというのは、面白い読み上げでした。最後には、ちゃんと本格ミステリーとして解決がするのですが、その解決した後も何かこうどうしてではこれほどまでに過剰だったのか、そのようなことがそのように、恐ろしい結末になったのかというところに、非合理的なものがあるのではないかという、やはり最後まで不穏さを残す、怪異とミステリーの融合として全く新しい融合を見せてくれたと思います。今回お二人の受賞心から喜び、私個人も、次回作両方とも楽しみにしています。おめでとうございます。梅沢先生ありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。また、鮎川哲也賞と同様に、ミステリック新人賞も他の選考委員の先生方から受賞者に宛ててメッセージをいただきます。まず大倉先生、お願いいたします。ミステリー新人賞の選考委員をさせていただいております大倉と申します。本来であればこんなところで喋る立場ではないんですけれども、ちょっと今回は、まあ、特殊な事情もありということで、来た限りはなんか喋るということを、創業者の方に言われてしまいましてですね、ちょっとだけ喋、らせていただきます。伊勢さんの皆様方本当におめでとうございます。どうぞお座りになってください。
選挙に関してはあのお二人の方が申し上げられましたので、あの何か激励をと言われたんですが、私みたいなものはその激励と言われてもですね、あんまりこう説得力がないので、これどうしたらいいのかとちょっと考えたんですけれども、あの、まあ、激励というかあのアドバイスみたいなものですかね。で、それも非常にこうちょっと邪道なアドバイスを今回させていただこうかなと個人的に思ってまして、3作、もちろん4作、選考過程も含めて読ませていただいて、皆さんとてもお力あると思って、おそらく今後の本が出るんじゃないか、それで仕事がつながっていくんじゃないのかなと私は勝手に、そう確信しております。でその上でですね、小説を書いていくとそのうちいろんな仕事が来るようになると思います。小説以外のものも含めてですけど、そうした仕事をできれば断らないで何でも受ける、小説以外のなんで私がこんなことしなきゃいけないのかとか、こんなことはちょっと今の自分には無理なんじゃないのかというような仕事が多分来るんじゃないか。でそれをやってる間も小説の仕事は普通にあってですね、だったら断ろうかとふと考える、時があるかと思うんですが、そういう時にですね、どんな仕事でもできれば受けていただきたい。でなぜこの話をするかというと、まあ、今回、ミステリーズ新人賞の方も選考して2作同時受賞となったわけですけれども、影踏み手の殺人とカム老人ってとてもこう振り幅が大きいんですね。ミステリーとしてもすごく両極端にあるような、ミステリーのこう裾の深さ、広さみたいなものを感じさせてもらえる作品だったと思います。でそれでいてですね、五色の殺人者を読んだら、意外にその介護がテーマであるということで、思わぬところでこうシンクロニシティみたいな重なりがある。まあ、それがやっぱりミステリーって広い分、まあ、何が起きるのかわからないのかなっていうところを読んでいてしみじみ感じました。ですので、何が起こるかわからないのであったのだから、まあ小説ミステリー書いていく上ではそのミステリーにこうちょっと集中するのではなくて、割と広い目でいろいろなものをですね、好奇心を持っていろんなものを取り入れて、小説を書いていただきたい。それがひょっとするとミステリー作家として長く続けていける秘訣なのではないかなと私は実は思っていて、自分自身がそうやって細々となんですが、いろいろ小説を書いたりいろいろしてはいるんですけれども、まあ、そうした好奇心を失わないで、それでいて貪欲に仕事に取り組んでいっていただきたいなと思う次第です。皆さん力あると思うのでこういうことを申し上げるんですが、まあ、なんてことを言うんだと編集者の方から怒られるかもしれませんけれども、まあ、これが私のアドバイスというか激励の言葉に変えさせていただきたいと思っています。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。大沢先生ありがとうございました。大崎梢先生にはメッセージをいただいておりますので代読させていただきます。大島清明さん、大和博之さん、この度はミステリーズ新人賞のご受賞おめでとうございます。鮎川哲也賞ご受賞の千田理央さん、優秀賞の弥生紗友子さんにも心からのお祝いを申し上げます。この人の書くものをまた読んでみたいと思わせる作品を皆さんは生み出しました。自信を持って大いに活躍ください。自作の発表を楽しみにしております。以上です。大倉先生、大崎先生、ありがとうございます。これより、賞状及び聖賞と賞金の授与に移らせていただきます。第17回ミステリーズ新人賞を受賞なさいました大島清明さんと大和博之さんに、東京創建社渋谷より賞状及び賞金が授与されます。なお大島さんは今回の都合によりご欠席です。今回は代理いたしまして担当編集者が受け取ります。
年栃木県にお生まれになり、筑波大学大学院で修士課程を修了の後、現在は執筆業に勤しんでおられます。賞状第17回ミステリーズ新人賞、影踏み亭の怪談、大島清明と記念の作品は、勝者主催第17回ミステリーズ新人賞に寄せられた全応募作の中から大倉隆弘、大崎梢、米沢好文参戦公演による審査の結果、最優秀受賞作と認定されましたので、ここにその栄誉を称し、正賞並びに賞金と賞状を授与いたします。令和2年10月23日、株式会社東京創原社代表取締役社長、渋谷健太郎。それでは、山田さん、どうぞご登壇ください。山田さんは、1968年、静岡県にお生まれになり、早稲田大学をご卒業後、現在、会社員でいらっしゃいます。賞状第17回ミステリーズ新人賞、神戸同人、大和博之と、記念の作品は、勝者主催第17回ミステリーズ新人賞に寄せられた全応募作の中から、大倉隆弘、大崎梢、米沢好文参戦公演による審査の結果、最優秀受賞作と認定されましたので、ここにその栄誉を称し、正賞並びに賞金と賞状を授与いたします。令和2年10月23日、株式会社東京創原社代表取締役社長、渋谷健太郎。どうもありがとうございます。またお二人には正賞として懐中時計が贈られます。選考委員をお願いしました大倉隆弘先生、贈呈をお願いいたします。大倉先生、ありがとうございました。そして花束の贈呈です。本来であれば、第16回ミステリーズ新人賞受賞者である床下美穂さんに贈呈いただきますが、今回は代理いたしまして、東京創原社社員より贈呈いたします。では、今回の受賞者でありますお二人からご挨拶いただきます。まず、大島清明さんからはビデオメッセージをいただいておりますので、そちらをご覧ください。はじめまして、大島清明と申します。本日は贈呈式へ出席できず、誠に申し訳ございません。持病がございまして、そちらには伺えませんので、今回はビデオメッセージを送る形でご挨拶させていただきます。まずはこのような名誉ある賞をいただきまして大変光栄に思っております。作品を選んでくださった選考委員の先生方に心より御礼申し上げます。それから家族をはじめ日頃から私を応援し支えてくださるすべての方々にも感謝申し上げます。皆様の助けがなければこのような賞をいただくことはできませんでした。
またミステリーズへの掲載にあたりましては、東京創原社の皆様に大変お世話になりました。素敵なイラストを描いてくださった酒井香織さんにもこの場をお借りしてお礼を申し上げます。皆様本当にありがとうございました。幼い頃から妖怪や怪談に夢中になっていた私がミステリーに興味を持ったのは中学に入学してすぐのことでした。中でも妖怪好きの私が大きな影響を受けたのは京極夏彦先生の作品です。また初めてミステリー小説を書いたのも中学1年生の時でした。ノートに手書きで書いた作品を同級生に読んでもらっていたことをとても懐かしく感じます。今回の受賞作影踏み亭の怪談は、妖怪研究家としてのこれまでの活動や児童文学で怪談を書いていた経験があったからこそ出筆できたと思っております。ここに至るまでには様々な方々とのご縁があり、決して一人ではたどり着くことはできませんでした。この賞を新たなスタートと考え、これからもミステリーに対する研鑽を積んで、より多くの作品を出筆してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。大島さん、ありがとうございました。続いて、大和博之さんにもご挨拶をいただきたく存じます。大和さん、お願いいたします。ただいまご紹介に預かりました大和博之と申します。この度は素晴らしい賞をいただきまして心より感激しております。選考委員の先生方、梅沢穂野先生、大倉孝博先生、大崎小杖先生、本当にありがとうございました。そしてこのようなチャレンジの場をくださった東京創原社の皆様、そして今まで支えてくださった大切な皆様、心よりお礼を申し上げます。8月4日の夕方でした。創原社の編集部神原様からお電話をいただきまして、私全く自分が受賞できるとは思っていなかったもので、お電話いただいて思わずそれは私も何かいただけるということですかというふうに問い返してしまった記憶があります。で、いや聖書ですよ、おめでとうございますと言われて、そこから少し記憶がないんですが、ホームページに載せていただいたり、お祝いのお電話をいただいたりして、でもその過程でもどこかなんか夢見心地というか、ふわふわして地に足がつかない毎日が続いてました。ようやく現実に戻されたというか、地に足がついたのは初めて飯田橋の創原社さんの、オフィスにお邪魔させていただいて、ミステリーズ掲載のために担当の方をご紹介いただいた時です。まず担当の方から丁寧によく書けてますねとお言葉をいただいて、その後もうちょっとお褒めの言葉続くかなと思ったら、そこからてんこ盛りのツッコミが始まりまして、ああ厳しい世界に来たんだなと、そこで初めて地に足がついたというか実感した次第です。でもいろんな方のお力をいただいて、今ミステリーズボリューム3に掲載させていただいてます。イラストレーターの熊森淳先生には素晴らしい扉絵を描いていただきまして、本当に主人公のイメージぴったりで頭の中を覗かれたような驚きがありました。実際に読んだ方
また改めてお祝いの言葉をいただいたり、あと私はツイッターの類は全く不案内なものでやってないんですが、お読みいただいた作家先生や書評家の方から、書評家の先生方からご意見であるとかご感想をまた聞きですけど伺ってます。とても励みになります。今後はまず受賞作を超えるお話を一つご披露することが何よりの恩返しだと思っておりますので、それに向けて、精進していきたいと思っております。今後ともよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。長瀬さん、ありがとうございました。どうぞお席にお戻りください。先ほどご案内いたしました大島清明さんの影踏み亭の階段、並びに大和博之さんの神武老人はすでに刊行しております10月3のミンチリーズ103号に掲載しております。ぜひお読みいただきますようお願い申し上げます。改めまして受賞者の千田さん、弥生さん、大島さん、大和さん、おめでとうございました。選考委員の先生方、大変お世話になりました。最後に東京創建社代表取締役渋谷健太郎がご挨拶いたします。新型感染症の蔓延によって初めて贈呈式がオンラインのみという状況になりました。記念すべき第30回30年目の鮎川哲也賞でありますので、本来であれば、ここに皆さんをお招きしてより盛大にお祝い、そして新しい作品を読んでその感想などを述べていただくところなんですが、それが叶わないっていうことが非常に残念でありませんが、ただ専科の鮎川先生におかれましては、おそらくこの30年も続いたっていうことをお喜びいただいているんではないかなということを思います。また本当にここまで続けられましたのも今まで応募してきていただいた方々もそうですし、これまでの選考委員の先生の方々、そして院のように鮎川哲也賞をここまで応援してくださった方々のご支援の賜物だと思いますので、この場を借りて御礼申し上げます。誠にありがとうございました。今年の鮎川賞ミステリーズ新人賞の贈呈式の模様はこれで終わりになりますが、また来年鮎川賞ミステリーズ新人賞も今まさに、受付しておりますので、ぜひ振るってご応募いただければと思います。本日はどうもありがとうございました。以上をもちまして第30回鮎川哲也賞並びに第17回ミステリーズ新人賞の贈呈式を終了させていただきます。長らくありがとうございました。